はい、どうも、うずです。サーフェス発表されましたね。マイクロソフトから新しいサーフェスが2パターン発表されまして、1つは高価で高性能な端末、サーフェスブック3。そしてもう1つはお手頃に購入できるサーフェスGO 2が発表されたんですけれども、今回の動画ではサーフェスGO 2の話をやりたいと思います。まあ、なぜサーフェスGO 2の話を特に今回やろうかなと思ったのかというと、それはちょっと動画の話の途中で言いますね。で、マイクロソフトのサーフェスをあまり知らない方にとってサーフェス GO っていうシリーズは馴染みがない方、よくわからない方も結構いらっしゃると思います。すごく簡単に言うと、サーフェスって高性能な端末、今言ったサーフェスブックシリーズやサーフェスプロシリーズというのがクリエイターとか、あとはビジネスバリバリやる方とかに人気がある、もう本当に Windows 機としては万能な性能、高性能モデルになってるんですけれども、サーフェス GO っていうのはともかくサーフェスの形をしている 2-in-1 の形をしている Windows 機をお手頃な価格で購入できるっていう端末なんです。まあぶっちゃけて言えば安っぽいサーフェスです。これマイクロソフトの人怒るかな、安っぽいって言っちゃうと。で、このサーフェス GO シリーズに関しては私としてはあまりお勧めしたくない機種です。まあちょっとそのサーフェス GO2、今回ホームページの方もしっかりありますので、そこを見ながら、まあなんでお勧めしたくないかっていうところを話したいと思います。はい、ではこちらが新しいサーフェス GO2 ということで、ホームページになるんですけれども、ちょっと性能というか、ポイントを見てみましょう。サーフェス GO2、 まず最も軽くてコンパクトなサーフェス 2-in-1 ノート PC というふうになってます。これは魅力のポイントですね。で、10.5 インチのタッチスクリーン、10時間バッテリー駆動時間、544g、64% の、その、前のね、元のモデル、サーフェス GO に比べて今回の新しい2は、性能が 64%、GO より速い、初代モデルより。で、画面の方は 10.5 インチとなってるんですが、前のモデル、初期のモデルは10インチだったので、少し画面サイズは大きくなっております。はい、で、ここ日常のやりたいことを、どんなこともどんな場所でもっていうのがあるんですが、これね、日常のやりたいことをどんなこともっていう、どんなこともに対してちょっと、苦言がね、出そうなんですけれども、まあ確かにやりたいこと、いろんなことをどんな場所でもできるっていうのは、サーフェス GO Pro はあってはいます。どんなこともはちょっと微妙、この後話すね。で、その内容に関しては学習にももちろん使える。で、書くという面に関しても、これもサーフェスシリーズ共通で、メモだったりお絵描きだったりもしやすいのに、まあスケッチってありますね。こういったところはおすすめできるポイントです。で、スマートな作業ということで、こういったノートパソコンライクな使い方、そして、お絵描きなどをするような角度の調整がしやすいキックスタンド付きです。そしてあとはもうそのままタブレットとしてこう使える、置いても使えるっていうところもポイントですね。で、 GO とくつろぐ、まあ iPad などと同じように映画とか YouTube とか、見るのに最適なサイズ感、あとはまあタブレットですね、タブレットとして使えるっていうところで、ファイルも家族も安全にっていうところが Windows 機っぽいところなんですけれども、中に入っている OS は、マイクロソフトの Windows 10、フルバージョンですね、が入ってますので、本当に Windows 機としてそのまま使えるところが、Surface シリーズの、かなりいいポイントですよね。Windows がそのまま使える。はい、そんな新しい Surface GO 2なんですが、値段の方などはどうなっているのか、ちょっと購入というところを進んでみましょう。これマイクロソフトのホームページですからね。はい、まずこれが購入ページなんですが、選べるプロセッサー、2つあります。インテルの Pentium 4425Y Wi-Fi とインテルの Core M3 LTE、この2種類が選べるんですが、一番安いモデルはこのインテル Pentium 4425Y を搭載している 4GB モデルですね、メモリが。これが本体価格 65,780円という形になっていて、で、こちらを Core M3 プロセッサにすると価格の方が一気に高くなって 107,580円になります。まあ、ちょっとこれお安い方のモデルに戻しましょうね。で、次、マイクロソフトのオフィス、こちらの方を、なしにするか、まあ、6000割引で1年間のサブスクリプションついているタイプにするかっていうのを選べます。で、マイクロソフトの保証パックですね、こちらをつけるかつけないかで、つける場合は 11,880円、価格の方が上がります。で、いらなかったらなしで。で、あとこちらなんですけども、マイクロソフトのこのホームページで見ると、タイプカバーが売り切れちゃってるんですよね、在庫切れで。なので、本体しか購入できない価格が、まあ、ここに出るんですけど、まあ、こんな感じになります。まあ、なので、予約するのに何がいいかというと、はい、まずはこちら、ビッグカメラのサイト。ビッグカメラでは予約の方、これ、セットになってるバージョンですね。3つ並んでるんですけれども、左から LTE タイプの、ちょっと性能がいいモデル。
で、真ん中にあるのが LTE を抜いた 128GB のストレージの 8GB のメモリを搭載したペンティアムモデルで、一番安くなってるのが SSD64GB、 メモリが 4GB、 それのペンティアムモデルとなっております。だ、この中でおすすめしやすいのはやっぱりこれかな。真ん中のね、Surface Go 2の SSD が 128GB、 メモリが 8GB で、ペンティアムプロセッサー、まあ、これは、まあ、3つの中で一番売れるんじゃないかなとは思います。で、特にこのメモリの部分なんですけれども、できれば 8GB のメモリはあった方がいいんじゃないかなと思います。4GB だとちょっとね、サーフェス動かすのに、まあ問題ないって方もいらっしゃると思うんですけどね。まあ Windows でちょっと動かすんだったら 8GB がおすすめかなと思いました。まあちなみにヨドバシのサイトでもサーフェス Go 2の方は予約も受付やってるんですが、価格に関しては、やっぱりマイクロソフトの製品なので統一されていて同じ価格ですので、購入を考えている方は好きな方で買われたらいいと思います。付くポイントも 1% ということで共通です。はい、といったような製品がマイクロソフトの Surface Go 2になります。で、価格の方のポイントなんですけれども、アメリカのね、Surface Go 2だと399ドルからなんですよ。なので非常に安い端末なんですが、日本で購入する場合は先ほど見ていただいたように、本体価格最安で 59,800 円、税別、税込みだと 65,780 円からになるんです。日本高いよっていう話になるんですが、これ毎回なんですけれども、日本版はちょっとね、オフィスを最初から搭載してるんですよ。オフィスソフト、まあプロダクトコードが入ってるっていう形になるんですけれども、その影響もあってお値段はちょっと高くなります。で、動画の最初の方に言った Surface Go 2、まあおすすめできる端末なのかというとちょっとおすすめしにくいっていうような話をしましたが、それの理由なんですけれども、性能は中途半端なんですよ、やっぱり。まあなので、軽作業をしたい、本当に軽い作業をしたいとか、動画をちょっと見たいなっていう方だったら相性はいいんですが、Windows 機としていろんなこと、クリエイティブなことをやりたいとか、動画編集とか写真加工とか、そういった諸々のことをこの Surface Go 2で全部やりたいってなると、ちょっとね、スペックが心配だなっていうのがあるんです。で、初期の Surface Go に比べて 60% 以上の性能の向上っていうのを謳っているので、まあそこの部分はどうなるかっていうのは、この後ね、使ってみてのレビューなども、重要になると思うんですが、まあ、ちょっと私が例えば使おうとすると、ちょっとあんま途中から使わなくなっちゃう端末だなって思います。まあ、ほとんど私が Windows 機でやることって動画編集と写真加工とゲームですからね。これに関しては Surface Go 2はあんまり相性良くないと思いますので。はい。で、この後がポイントなんですが、Surface Go 2予約しました。こんなね、人にね、おすすめそんなにできるものじゃないって言ってるのに予約しました。予約したモデルは先ほどのヨドバシビッグカメラで出ていた、真ん中のモデル。プロセッサがペンティアムで、 128GB のストレージで 8GB のメモリのタイプを選択しました。あれ、うずさん、後々使わなくなる端末ってさっき言ってたのにちょっと矛盾してない？ってなると思うんですが、これちょっと理由がありまして、以前から私の父が Windows のノートパソコンを欲しがっておりました。まあちょっと仕事の方ね、本当にそろそろちょっと考えてる、辞めるの考えてるっていうことだったんですよ。もう75近くなりますからね。なんですが、その時に会社をまあ離れてしまうと自分のお家にパソコンがなくなっちゃうっていう、それでパソコン探してるって散々言っていたんですが、その父にはちょうどいいモデルなんじゃないかと思って、Windows 機だし、マイクロソフトオフィスついてるし、で、性能が別に必要なわけじゃないので、で、書こうと思えばペンもあるから、まあうちの父なんてね、文字でタイプするよりこう手書きの方が得意なタイプなので、まあそしたら Surface Go 2あたりがまあちょっと面白いんじゃないかな。で、私自身はレビューができるし。まあ、レビューのためにね。まあ、もちろん、レビューのためにっていうのもあるんですけど、まあ、レビューした後に使わなくなっちゃうのもったいないから、だったらレビューして、まあ、しばらく使ったら、まあ、そしたら、Windows 機が欲しいって言ってる父に譲るのが、まあ、ベストなんじゃないかなと思いまして。はい。そういう形で、ポチりました。で、この Surface Go 2、発売の方が5月12日より順次販売しますということなので、まあ、だから今が予約なんですけれども、まあこちらの方がそうどうなんだろうね、発売しますっていうところでも届くのかどうか分かりませんけれども、まあちょっと自宅の方に届きましたら、私のチャンネルでレビューの方をさせていただいて、で、初期設定などを行って、まあ埼玉の実家の親父に譲ろうと思います。はい、本日はマイクロソフトから新しい端末 Surface Book 3と Surface Go 2が出まして、その Surface Go 2の話をさせていただきました。まあ普段からいろいろなガジェットの紹介とか、
あとは自分が興味持ったものを動画で発信している YouTube チャンネルなんですけれども、最新ガジェットとか面白い品が好きな方は、ぜひチャンネル登録してみていただけるとありがたいです。今回の話はここまで。ではまた別の動画で、バイバイ。まあでもね、iPad も考えたんですよ。iPad とキーボードとペンシルの組み合わせでも結構いいんじゃないかなと思ったんですけど、シンプルで。操作も覚えやすいし。まあただ、もともとね、Windows 機のノートパソコンが欲しいって言ってた親父ですから、まあ Windows 機、Surface の方が、いろいろやれることがあるんじゃないかなと思って。まあちょっとね、iPad の方が性能もね、安定していて、いいっていう面も多いんですけれども、まあ、やれることに制限がかかるっていう意味では、iPad のちょっと、悲しい特性なので、まあ、今回は Windows 機を選択しました。まあ、ほんと、ちょっと難しい判断なんだよね。どっちもいいところあるからね。難しいね、これはね。